アイスコーヒー、アイスコーヒーとは、冷やしたコーヒー飲料のことである。現在のアイスコーヒーは、アイスコーヒー用に焙煎されたコーヒー豆を使用する。深入り、中から細引きが良い。アラビカ豆が適するとも言われている。熱いコーヒーの温度を徐々に下げると、タンニンがカフェインと結合し、結晶化して、白く濁るクリームダウン現象が起きる。そのため、 コーヒーを抽出した後、氷に注ぐなどして、急激に冷やす方法が良いとされる。氷に注いで冷やす場合は、氷が溶け込んで、味が薄くなるので、豆をひいた粉の量を多めにして、濃い味のコーヒーを作ると良い。ドリンクバー等、機械で作る場合は、あらかじめ濃いコーヒーが出るよう設定されていることが多い。また、インスタントコーヒーを使っても作ることができるが、 冷水に溶けやすいかどうかは、製品によって異なり、少量の熱湯で溶かした方が風味が良い場合もある。アイスコーヒーに使用する氷には、クラッシュドアイス、ブロックアイス、またはアイスコーヒーを固めたものなどがある。ブロックアイスを使用する、店の中には、気泡が少なく、硬い氷にこだわる店もある。時間が経つにつれて、氷が溶け込むことによって、 コーヒーは薄まってしまうが、アイスコーヒーを凍らせた氷を使えば、溶けてもコーヒーの濃度は変わらない。また、冷媒をガラスやポリエチレンでくるんだ製品があるので、そういったものを使っても濃度が変わらない。通常、固形や粒状の砂糖は溶けにくいため使用せず、ガムシロップを使用する。アイスコーヒーは日本では夏場に好んで飲まれる。熱湯を使わない水出し抽出は、 数時間を要するが、瓶などで家庭でも作ることができる。水に豆をひいた粉をつけ置く方法と、豆をひいた粉に水を点滴する方法がある。前者は簡易な道具で可能だが、後者は専用器具を使うことが多い。ダッチコーヒーも参照。英語での表記は、アイスドコーヒーである。文字通り、氷を入れたグラスにホットコーヒーを注ぎ入れたものが、 日本のアイスコーヒーに相当する。英語圏の一部では、アイスコーヒーというと、コーヒー味のアイスクリームが出てきたりすることがあるので、注意が必要である。しかし現在のマサグランという飲み物は、南フランスでは炭酸水で割ったアイスコーヒーを刺し、ノルマンディではリキュールの代わりにカルバドスを混ぜたものを刺すが、マサグランはあまり好まれなかったようで、フランス、特に、 パリのカフェでは普及しなかった。マサグラン以外に変わったアイスコーヒーの飲み方だと、スペインのバレンシアやポルトガルの一部の地方では、氷にエスプレッソを注いで、シロップを入れ、分厚いレモンの輪切りを入れて飲む方法があるが、これは、スペインやポルトガルでも、他地域では一般的ではない。むしろ、スペインでは、カフェコニエロと呼ばれるアイスコーヒーが一般的で、 これを注文すると、カップに入れたエスプレッソと、氷、イエローを入れたグラスが出てくるので、砂糖をエスプレッソに入れてよく、溶かした後に、そのコーヒーを、氷入りグラスに客が自ら注いで、アイスコーヒーを作るのだが、ミルクはついていないのでそれが欲しい場合は追加で、注文することにる。ドイツ、オーストリア、イタリア、オーストラリア、チリ、北欧などでは、コーヒー、または、 アイスコーヒーにアイスクリームだけ、またはアイスクリームとホイップクリームも入れたコーヒーフロートのような飲み物があり、夏場のカフェやコーヒーチェーンのメニューに加わっている。ちなみに、ドイツ語で冷たいコーヒーを表すカルターカフェはアイスコーヒーとは全く別の炭酸飲料、種別を指す場合もあり、注意が必要である。なお、南ヨーロッパにはアイスクリームを入れない。 アイスコーヒーもあり、例えばギリシャではインスタントコーヒーの粉と砂糖を入れた器に水を少量入れ、シェーカーや泡立て器で泡立た後で氷と水か牛乳を入れて作るカフェフラッペという飲み物が大変人気がある。ネスレ社はアイスコーヒーの普及に熱心な会社でドイツやイギリスのスーパーマーケット向けに缶入りのアイスカプチーノを販売している。 1950年代のイタリアが舞台になった映画、ローマの休日にアメリカ人記者がオープンカフェでアイスコーヒーを飲むシーンが登場した。映画中では、コールドコーヒーと表現されている。イタリアのアイスコーヒーはエスプレッソを冷蔵庫に入れて、冷たくしたカフェフレットや、熱いエスプレッソと砂糖と氷をシェーカーに数個入れて、シェーク泡立てた後に、 グラスに注いで提供するカフェシェケラートの2種類があるが、夏場のイタリアのバールやカフェのメニューに必ず置いてあるものではない。なおどちらもエスプレッソを味わうための飲み物なので、イタリア人はミルクは入れないでそのまま飲む。アメリカ合衆国では夏場にコーヒー消費量が落ちるため、1914から15年にアメリカのコーヒー協会が水出しコーヒーの作り方のキャンペーンをしたり、 1920年頃に大手コーヒーメーカーのヒルズブロスがコーヒーを冷やして飲む方法を消費者に提案をしたことがあったが一部のコーヒーマニア以外には定着しなかったのでコーヒーショップで見かけることはなかった。しかし1990年代からスターバックスコーヒーなどが商品展開するようによってアメリカやカナダの都市部の住人にもアイスコーヒーが認知されるようになった。 日本と交流が深い台湾や韓国では昔からコーヒー牛乳があり比較的早くから日本のアイスコーヒーと同様のものを出す喫茶店も多かったが本格的に普及したのは1990年代以降である。香港では茶山町と呼ばれる喫茶レストランでエヴァミルクとガムシロップを入れた等関東のドンカフェが好まれている。また紅茶をブレンドした 当園を、ドン・ユン・ヨンもよく飲まれる。実際に注文する人は少ないが、スペインのようなアイスレモンコーヒー、トーネー、ドン・レン・フェイをメニューに載せいる店もある。香港では、アイスティーなどと同様に以前からメニューにはあったが、アイスコーヒーが飲まれる機会が増えたのは2000年代以降である。中国では、もともとコーヒーも、冷たい飲み物もあまり好まれなかったが、 近年台湾系の喫茶店が増えた影響で日本のアイスコーヒーに近いひょう、ビンカーフェイが飲まれることが広がりつある。また、ケンタッキーフライドチキンでは最初から砂糖と牛乳を加えたアイスコーヒーにソフトクリームをトッピングした雪いただきがあり夏場などに飲まれている。シンガポールでもエバミルクとガムシロップを入れたアイスコーヒーが飲まれている。福建系歌人は ビンナン語で、ひょう、コピ弁と呼ぶ。マレーシアにもあり、屋台でポリ袋に入れて売ることもあり、コピー、AIS、コピアイスと呼ばれる。ベトナムでは、加糖練乳をたっぷり入れた、ベトナムコーヒー、シーアフェスア、カフェシュアダーが好まれる。タイでは大量の砂糖と、カルダモンやシナモンなどスパイスを入れる。日本では、明治期にコーヒーを冷やして飲み始めたのが発祥。 当時は冷やし、コーヒーと呼ばれた。一番古い記録では、文筆家、石井剣道が、1891年に、東京の神田商船町の氷屋で、氷コーヒーとう、メニューがあることを辞書の、明治事物記念で紹介しており、大正時代の喫茶店でもメニューに登場し始めた。そして、全国の喫茶店で、一般的になったのは、昭和30年代に入ってからで、 本格的に普及したのは1970年代以降である。一方、牛乳にコーヒーを入れ瓶詰めにしたコーヒー牛乳は1920年大正9年に森山乳業が発売して表を読んだ。1980年代初頭までは夏場の飲み物であったが、現在では一年中出している店が増えている。アイスコーヒー用の紙パックに入れた業務用。 家庭用のコーヒーも作られ、アイス専用の缶コーヒーも販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。